1ラウンド KO の男、日本フェザー級チャンピオン、ユージ・ゴメス。ゴメスの試合は瞬きを許さない。7試合連続1ラウンド KO 勝利の日本記録を持つハードパンチャーゴメス。もう一度ダウンするとその時点で試合が終了になります。怖いですよ。なんと37秒で勝利を挙げたこともある。ところがゴメスは日本チャンピオンとなって初めて臨んだ試合で1ラウンド KO 負け。試合時間はくしくも37秒。屈辱を味わったチャンピオンが初防衛戦に挑む。尼崎の KO キング、ここまで20勝のうち17の KO 勝ちを誇ります、ハードパンチャー日本フェザー級1位尼崎ジム須川栄一、ついに日本タイトル初挑戦の時を迎えました。96年の4月1ラウンド KO でプロデビューを飾り、その翌年97年度のスーパーバンタム級全日本新人王決定戦も5ラウンド TKO で制しました。サングラス、マスク、会場を沸かせるのが俺の役目、客を沸かせるためにこういった人たちで入場すると宣言をしていました。全日本新人王決定戦以来およそ4年ぶり2度目の関東での試合になります。日本タイトル初挑戦にもプレッシャーは全く感じさせません。タイトルに挑戦できるというよりもゴメスと対戦できることが嬉しい、一番強いと言われている人と戦えることを嬉しく思いますと話しました。高校1年の時にテレビで見た辰吉丈一郎に憧れて始めたボクシング、今日はその辰吉さんもリングサイドで見つめています。 KO を狙う、判定はないと言い切ったチャレンジャー須川、尼崎の KO キングが今ゆっくりと横浜アリーナのリングに登場です。今日もロープを飛び越えて尼崎の KO キング須川栄一です。続きましてチャンピオンユージ・ゴメス選手の入場です。さあチャンピオンユージ・ゴメスの入場です。圧倒的なパンチ力、驚異的なスピードを誇ります。昨年の10月、7試合連続1ラウンド KO 勝ちという日本新記録を樹立、実に31年ぶりの記録更新でした。そして今年の3月、帝拳ジムの木村俊影をこの横浜アリーナで8ラウンド TKO で下しました。デビューから2年で日本タイトルを獲得しました。いよいよその発色の花がこの横浜アリーナに姿を現します。チャンピオンベルトを先導して今チャンピオンユージ・ゴメス、ゆっくりとその姿を現します。前回の試合は6月ノンタイトル戦でした。10試合連続 KO 勝ちという破竹の勢いで迎えたこの試合、なんと韓国のランキングボクサーにまさかの1ラウンド37秒 KO 負けを喫しました。プロ14戦目にしての黒星はあまりにも大きな屈辱でした。1ヶ月ボクシングを離れた生活を送った後、8月の上旬からおよそ2週間ロサンゼルスの LA ジムで合宿、実戦さながらのスパーリングで調整を続けてきました。およそ6ヶ月ぶりの横浜アリーナです。ユージ・ゴメス、タイトルを獲得したこの場所で雪辱を果たし初防衛を目指します。ここまで14戦して13勝、その13勝のうち KO 勝ちが12個あります。さあ今日はチャレンジャー須川を一体何ラウンドでキャンバスに沈めることになるんでしょうか。悠然と堂々と観客を見守る中、今ゆっくりゆっくりと赤コーナーへとその歩みを進めていきます。今日のこのタイトルマッチ、チャレンジャーの須川、こちらチャンピオンユージ・ゴメス、どちらが勝ってもおかしくない、まさに KO 必至のタイトルマッチになります。さあいよいよ勝負の時が近づいてまいりました。第48代日本フェザー級チャンピオンユージ・ゴメス、前回味わった1ラウンド KO 負けという屈辱を一体どんな形で晴らすんでしょうか。初防衛を目指すチャンピオンユージ・ゴメスです。1回戦を行います。赤コーナー14戦
勝、12KO、 126パウンド、八王子中屋ジム所属、日本フェザー級チャンピオン、ユージーゴメス。前回は1ラウンド KO 負け、プロ初黒星を喫しました。タイトル初防衛なるか、ユージーゴメス。青コーナー、挑戦者、22戦20勝17KO、 126パウンド、赤崎ジム所属、日本フェザー級1位、菅原英一。プロデビューから5年、日本タイトル初挑戦、タイトル奪取なるか、チャレンジャー菅原英一です。チャンピオンユージが13勝のうち 12KO、 チャレンジャー菅間20勝のうち 17KO、 KO 必死、倒すつもりで相手に向かっていく、両者は試合前に話しました。ファイティング原さん、楽しみな試合になりますね、はい、そうですね、この試合はおそらくもう判定じゃないと思いますね、はい、KO で決着がつくと思いますね。そしてそのやっぱり早い試合に行くのがありますね、そして放送席には今日は WBA 元世界スーパーフライ級チャンピオンの飯田聡さんにもお越しいただいています、はい、楽しみな試合になりそうです。そうですね、本当にもう絶対に KO になると思います。さあ1ラウンドから目が離せない試合になりそうです。チャレンジャー菅間、チャンピオンユージ、今その運命のゴングが鳴りました。さあいきなり打っていく、さあいきなり打っていく、チャンピオンゴメスは 12KO のうち1ラウンド KO 勝ちは9回、チャレンジャー菅間は 17KO のうち1ラウンド KO 勝ちが5回。さあ目が離せない大統領、ちょうど杉間君の右フック入ってくるときにカウンターになりましたね。チャレンジャーの右がチャンピオンを変えた、なんと最初にダウンをするのはチャンピオンユージゴメス、チャンピオンユージゴメス。さあ1ラウンドから目が離せない、左アッパー強ま、左技チャンピオン、まだ分からないですね、最初にダウンを喫したのはチャンピオンユージゴメス、左を出していきます。チャレンジャー黒いトランクス、尼崎ジム、日本フェザー級1位の菅間英一です。戦前の予想通り KO 必死、第1ラウンドから目が離せない、横浜アリーナが荒れています、横浜アリーナが揺れています、横浜アリーナが燃えている。左を出していく菅間、菅間右、左、右、ガードの上から徹底的に叩いていきます。前半勝負、判定はない、 KO だ、倒しに行く挑戦者菅間、そう放ちました。左の1、ガードの上から執拗にパンチを放ってきます挑戦者、黒いトランクス、尼崎ジムの菅間英一です。さあチャンピオンもちょっと冷静さを取り戻したでしょうか、距離を取って前に出ていこうというところ、白いトランクス、第48代日本フェザー級チャンピオン、八王子中谷ジム、ユージゴメス、初防衛を目指します。前回のノンタイトル戦ではこの1ラウンドで屈辱の1ラウンド KO 勝ち、 KO 負けを喫してしまいましたユージゴメス。今日も第1ラウンドいきなりダウンを喫していますチャンピオンです。ちょっと落ち着いてきました、ファイティングさん。でも、狙いはですね、スノークやっぱり接触もいいですよね。右左、右左、挑戦者らしくね、右パー、でもこれも出すと怖いですよね、さあローポーさん、左、ローポーを背負ってチャレンジャー菅間、非常に険しい表情、左、飯田聡さん、はい、激しい打ち合いです。そうですね、ゴメスもまだちょっとダメージがあるような感じもありますね。なるほど、第1ラウンド試合開始早々ダウンを喫したのは白いトランクス、チャンピオンのユージゴメス。挑戦者の左がユージゴメスの顔面を捉えていきます。左、今度はチャンピオンの左です。ロープを背にしながらうまく体を入れ替えていきます。黒いトランクス、チャレンジャー尼崎ジム、日本フェザー級1位の菅間英一です。左、強烈の左、菅間の左、左アッパー、この左をユージゴメスはジムで再三練習していました。さあ前に出ていく大きな右アッパー、余裕の表情でかわしていきますチャレンジャーの菅間。そして接近して左から右、大きな右、これは得意です。疲れますからね、大口させた方がいいですよ、どんどん。挑戦者的確にチャンピオンの顔を捉えています。チャンピオン少し大振りが目立つ第1ラウンド、しかし前に出ていきますユージゴメス。初防衛を目指すチャンピオンユージゴメス、白いトランクス、一方日本タイトル初挑戦、タイトル奪取を狙います黒いトランクス、尼崎ジムの菅間英一。第1ラウンド、左から右、ワンツー、菅間のワンツー、右、第1ラウンド挑戦者が優勢です。第1ラウンドのダウンシーンです。最初にダウンを喫したのはチャンピオンユージゴメスでした。ファイティングアラさん、この右ですね、ちょうど入ってくるところですね、カウンターになりましたね。飯田聡さん、はい、いいタイミングで菅間が決めてきました。いいタイミングですね、菅間が時々スイッチするんですよね、サウスポーの構えになったりとかするんで、はい、これも本当にいいタイミングですね。前回1ラウンド
ダウンを喫しました。ノックアウト負けを喫したチャンピオンユージ・ゴメス、このタイトル初防衛戦も第1ラウンドでダウンを喫しています。第1ラウンドは挑戦者黒いトランクス尼崎ジム菅間栄一優勢でした。さあ第2ラウンドも激しい打ち合いだ。今度はユージが前に出てきた。1人ホールド大きく後ろに壁を飛んだ。チャンピオン前に出る、チャンピオン前に出る、クリンチに逃げます。ファイティング荒さん、はい、チャンピオンが出てきました。ちょっとですね、もう少し落ち着いた方がいいですね、ああ空振りよく見てますね。ちょっと第1ラウンドで焦っている感があります。チャンピオンユージゴメスです。で一緒に逆に菅間君ですね、打ち合わないがいいかもしれないですね。ああいうねで空振りさせた方がいいですよね、はい、そうですね。チャンピオンのユージゴメスは対戦相手の VTR をほとんど見ません。今回も見ていません。リングの上で相手を測る、そう話していましたが、果たしてあの第1ラウンドで一体菅間にどんな印象を持ったんでしょうか。チャンピオンユージゴメスです。羽鳥さん、はい、ゴメス陣営なんですけれども、あのダウンはタイミングだと、ダメージは、残していないと話していました。なるほど。ただ右ジャブが出ていないから、もうちょっと右ジャブをしっかり出していけ、それだけ確認しています。右ジャブを出しているというチャンピオン陣営のボディ入ってますね。今ボディが入りました。右パワー、しかしかわしていきます。羽鳥さん、はい、一方のですね菅間陣営なんですけれども、まあ、手応えは十分、これはいけるという話をしています。それから辰吉丈一郎さんのコメントも取れました、はい、これはあのユージゴメスのパンチをちゃんと菅間見えていると。なるほど。これは美味しい、いけるというコメントです。左から2のワンツーを放っていきます。しっかりガードをしているチャンピオンのユージゴメスです。パンチがありますからね、やはりパンチ力はあります。チャンピオンユージゴメス、やはりパンチ力はあります。しっかりとガードをしている。しかしそのガードの上からでも叩き潰してやろう、そんな気持ち。おいチャレンジャーの右、チャンピオンの顔面捉えました。チャレンジャーの菅間はこのチャンピオンのゴメスについて、思っていた通りに体つきがすごい、腕は何歩打っても効かなそうだ、ブロックされる、ただそれだったらブロックの上からどんどん打ってやるんだ、試合前にそう話しています。一旦距離を取ります。第2ラウンドです。激しい打ち合いが第1ラウンドから続いています。日本フェザー級のタイトルマッチです。予想通り第1ラウンドから激しい打ち合いになりました。試合は現在第4、右アッパーから左、チャレンジャーです。左、チャレンジャーのパンチが的確にユージの顔面を捉えていきます。しっかりとガードを高くしていくチャンピオンユージ、右アッパー、右ボディアッパーです。接近戦から右左を出していきます。チャレンジャー黒いトランクス菅間栄一、左左、おー、これは効いてが、これは効いてが、ゴメスの左、菅間の顔面を捉えていきます。ローピ際に詰めていきますが、ここからススッと体を理解ていく、冷静です。非常に冷静なチャレンジャーです。リングの中央接近戦、この右アッパーを必要に出していきますが、まだクリーンヒットが、ダウンに続きまして第2ラウンドもこのチャンピオングラッとくる場面ありました。そうですね、でも非常にねチャンピオンらしくなくね、入っていってますからね、逆にね、これで一方戦一方だったらこれいけないと思いますけどね、はい、飯田聡さん、はい、ここまでのチャンピオンゴメスの動きいかがですか。ちょっとやっぱりリズム取れてないというか、ちょっと焦りがあるような感じがしますね。やはり第1ラウンドのダウンがかなりこの動揺をさせるようですね。そうですね。さあ試合は第3ラウンドに入ってきます。8月におよそ2週間ロサンゼルスで合宿を行いましたユージ・ゴメス、スパーリングを中心に調整を続けました。これだけ打たれたスパーリングは初めてだと、その合宿を振り返ったユージ・ゴメスです。今日も激しい打ち合いが第1ラウンド第2ラウンドと続いています。大きな右、しかし冷静に菅間がかわしてきます。左左フック、そうですね、菅間がすごくいい攻め方してますね、下がりっぱなしでもなく、いい形でプレッシャーかけていってますね。しっかりと出入りができてますね、はい、相手のパンチも見えてるし、はい、右ガードの上からで飛び入り、激しい打ち合いだ。目には目を、一発もらえば一発打ち返す、そうです、大きな右アッパー、右ー、右ー、ここは効いた、ここは効いた、右アッパー、チャンピオンの右、チャンピオンの右、今のは効いたと思うんですけどね、立ってますね、菅間選手。菅間の大菅間も効いてますよ。まだ1分30秒あります。どちらが倒れてもおかしくない、どちらが勝ってもおかしくない、 KO 必至の日本フェザー級タイトルマッチ。いやー、激
程度予想はされていました。しかしここまで激しい打ち合いになると思いませんでした。打ち合い、激しい打ち合いだ。菅間の右、ゴメスの左、菅間の左、ゴメスの右、乱打戦です。リング中央です。死闘です。まさに死闘です。日本フェザー級のタイトルマッチです。菅間のが正確ですね、しっかり当ててきますね。菅間のパンチ完全に画面捉えてますね。やっぱり菅間君は前後の足が使えますからね、はい、その点がいいと思いますよ。この試合を前に両親の故郷である宮古島で走り込みの合宿を行った挑戦者の菅間栄一です。菅間の左、前場チャンピオンの左、どちらに流れがいっているのか分からない、どちらが主導権を握っているのか分からない試合です。一進一退、左、これは効いた。チャンピオンの強烈なパンチ、素早い動きのチャレンジャー、一発一発のパワー、破壊力を誇りますチャンピオンユージ・ゴメス。左、さあ動きが止まった、動きが止まった、一発一発重みがあります。チャンピオンはどのパンチでも倒せるパンチですね、威力がありますね。さあ、だから足が止まったら怖いですよ。菅間は動き続ける、スピードの勝負、一方のチャンピオンユージ・ゴメス、獲物を捕らえる目になった、そんな感じでしょうか。一発で仕留めてる、左、大きく菅間の体が後ろに後退しました。ちらっとリングサイドに目をやった菅間、左、強烈な左ジャブ、ジャブってストーリーですね。もうね、ここで第3ラウンド終了です。激しい打ち合いです。第3ラウンドの攻防、チャンピオンユージ・ゴメスがファイティングアナさん、はい、この試合2度目のダウンを喫しました。そうですね、でも、やっぱりこのゴメスはですね、はい、非常に勇気がありますよね、非常にパンチアングが怖いけども打ってきますからね、はい、飯田さん、そのダウンを喫した後に向かっていくチャンピオンの姿がありました、ね、チャンピオンらしいですね。さあ、一進一退の攻防です。どちらが勝ってもおかしくない日本フェザー級タイトルマッチ、試合は第4ラウンドです。おっと、ここでちょっと時間かかっています。チャレンジャーの菅間、コーナーで時間がかかって、マウスピースでしょうか、マウスピースの関係でしょうか、ちょっと時間がかかっていました。さあ、第4ラウンドが始まりました。チャレンジャーの菅間、距離を取って足を使って打ち合いだと言っていました。さあ、このラウンドの打ち合いだ。接近戦、左に連発、ゴメス、パワフルです。破壊力があります。クリンチに逃げるチャレンジャーの菅間です。距離を取って足を使うことはない、とにかく打ち合う、後半勝負は考えていない、チャレンジャーはそう話しました。まさにその試合展開がここまで展開されています。羽鳥さん、はい、青コーナーにですね、今のインターバル、辰吉丈一郎さんが駆け寄ってきまして、もうフックはいらない、ジャブからワンツーとインサイドのパンチだけで倒しに行けと、なるほど、いうアドバイスでした。チャレンジャーの菅間は高校1年の時に辰吉さんの試合をテレビで見てボクシングを志しました。その辰吉さんが今日はリングサイドでこの菅間の試合を見つめています。もう一息で日本のトップに手がかかっているチャレンジャーの菅間栄一です。羽鳥さん、はい、一方のチャンピオンサイドですが、だいぶゴメス落ち着きを取り戻したように見受けられます。そうですか。そして中谷会長なんですが、左のガードをしっかり、そしてボディを狙っていけと、その2言だけに述べました。チャンピオンは非常に普段は謙虚です。ただ今回のこの試合に関して、ゴングが鳴ったら全力でファイト、フレンドリーはリングの外だけだ、そう話しました。まさにその気持ちと気持ちのぶつかり合いが今日のこのタイトルマッチでぶつかり合っています。リング上です。左強烈、しかし右を返す菅間、体を入れ替えて接近戦、チャンピオンコーナーに詰めていく、しかし冷静です。顎を引きます、上目遣い、しっかりとチャンピオンにらみつけています。チャレンジャー黒いトランクス、尼崎島の菅間栄一です。少し落ち着いてきましたか。そうですね、いくらか落ち着いてきました。どっちかというと菅間君の方の方は逆に手が出なくなったっていうかな、なるほど、そんなような感じにしますね。とにかく前半勝負、相手はハードパンチャーチャンピオン、最初から止まることはない、前に進んでいくんだ、チャレンジャーはそう話しました。ここまでまさに素晴らしい展開です。チャンピオンからダウンを2度奪っているチャレンジャーの菅間栄一です。左、右、チャレンジャー菅間です。一方、左ボディ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 、ちょっとローブロー、ちょっとローブローという、低いですね、ちょっと低いというレフェリーからの注意がありました。前に出ていきますチャンピオンユージ・ゴメス、少し落ち着きを取り戻したというリポートがありました。2度ダウンを喫しました。歩きますよ、歩きます、前に出てきます、しかし歩かしダメですね、大きな左です。右、チャレンジャーの右、一進一退の攻防です。日本フェザー級のタイトルマッチ、試合は第4ラウンド、試合開始早々第1ラウンドから激しい打ち合いになっています。大きな左、これをしっかりとかわしてクリンチに逃れていくチャレンジャーの菅間栄一です。一方、なりふり構わずパワーで粉砕だ。右、チャレンジャーの右です。前に出ていくチャンピオンです。いいですね、
あ、今度は引きました。第4ラウンドが終了です。レンジャーの菅間はデビューから5年でこの日本タイトル初挑戦です。そのボクシングの道を志したのが高校1年生の時、この辰吉丈一郎さんの試合を見てからでした。今日はその辰吉さんが見つめる前で日本のトップへ、日本チャンピオンへ、今まさに手をかけようとしている天ヶ崎ジムの菅間英一です。さあ、この辰吉さんの前でどんなボクシングを見せるのか。第5ラウンドです。落ち着きを取り戻してきましたチャンピオン、白いトランクスのユージ・ゴメスです。強烈なパンチを放っていきます。ガードを高くします。今回はディフェンスを多く練習してきた。相手の菅間の KO 率、パンチ力、十分に会長からは効いているというふうに話しました。チャンピオンのユージ・ゴメス、左のボディ、一発一発のパンチでチャレンジャーの体が大きく左右に揺れていきます。飯田さん、一発一発が力強いですね、はい、そうですね、ゴメスは本当にもう強いんで、まあ、普通の選手が避けようと思って30センチ避けるところを40センチぐらい避けたくなるような振り方ですよね。非常に大きな左右のフックが飛んできます。しかしそれを的確にここまでかわしてきています、チャレンジャーの菅間です。菅間の方はよく見てますね、本当に冷静に戦ってますね。表情が冷静です。黒いトランクス、チャレンジャーの菅間英一です。ただ破壊力、一発で試合を決める能力十分にあります。チャンピオンユージ・ゴメス、左、大きく顎が上がったチャレンジャー、うまくクリンチで逃れていきます。要所要所でクリンチが出てきますね、ファイティング原さん。そうですね、これからですね、やはりこれから苦しいと思うので、5、6、7、9、はね、やっぱりこれから見てるとね、非常にゴメスはね、余裕を取り戻してきましたね。少し落ちていきます、連打連打連打、細かい連打、細かい連打、しかし足を止めて、打つなら打ってみろ、一発で決めてやる、そんな意思が伺えます。そうですね、よく菅間君も手を出てますよね、あれで防戦一歩だといけないんですけどね、非常にいいとこ出してますね。ブロックの上から思い切り打っていきます。右、チャンピオンユージ・ゴメス、1990年にはパワーリフティングの全米選手権で優勝したという経験を持つチャンピオンのユージ・ゴメス、完成された肉体美、盛り上がる大胸筋、ナイスアッパー、左、チャンピオンの左右ワンツー、右上、3度目のダウン、この試合3度目のダウン、チャンピオンユージ・ゴメス的確なワンツー、細かいパンチ、チャンピオンの顔面を捉えました。第5ラウンド、さあ、まだ1分あります。もうこのまんま連打すると面白いですよね。菅間が出てる、チャンピオンの足が止まった、チャンピオンの足が止まった、菅間の的確なパンチ、ちょっと動きが鈍ったチャンピオンユージ・ゴメス、大きな右アッパー。ゴメスは防戦一方にならない方がいいですね、振った方がいいですね、どんどん強いパンチを。ちょっと手数が少なくなってますね。もうここで菅野君じゃ連打していったら止まると思いますよ。菅野はこの回で仕留めたい、この回チャンスですね、一方のゴメス、チャンピオンの意地をかけて持ち込んだ、右、左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 、右、ワンツー、連打、チャレンジャー、そうです、ゴメスは攻めた方がいいです。チャンピオンのランク、ゴメスは攻めた方がいいです。左右のボディです。いやー、これは完全に効いているようなパンチを受けているチャンピオンですけれども、チャンピオンの意地、気持ちがそうさせているんでしょうか。素晴らしい試合です。激しい打ち合い、打たれても前に行く、まさにまるでチャレンジャーのようなチャンピオンです。前に出ていきます、チャンピオンユージ・ゴメス。しかしこのラウンド3度目の、この試合3度目のダウンを喫しましたチャンピオンユージ・ゴメスです。第5ラウンドです。チャレンジャー菅間、チャンピオンユージ・ゴメスからこの試合3度目のダウンを奪いました。的確なパンチが顔面を捉えていきました。そうですね、やっぱり細かくですね、あの打たれていくとどうしてもね、もうだんだん効いてますからね、ただ飯田さん、はい、その後のこのチャンピオンの反撃ですか。そうですね、力強さ全く衰えませんですね。もう菅間の方はもうゴメスのガードの隙をつく、つき方をもう分かってるんで、右のアッパー、左フックっていうのは当てれるようになったんで、もうゴメスはガードで防ごうっていうのはやめた方がいいと思いますね、打ち合った方がいいと思います。ゴメスはゴメスの右目の上が若干腫れています。菅間のパンチを受けて若干腫れています。左目の下も腫れています。羽鳥さん、はい、この前のラウンドの終盤、そしてから今もなんですけれども、チャンピオンの中谷会長なんですが、はい、チャンピオンサイド、はい、タオルを持っているんですね。おー、そうですか。ちょっとその瞬間が来るのが怖いという状況になっています。チャンピオンの左です。手数で応戦していこうというチャレンジャー、一方は一発一発の破壊力、白いトランクス、チャンピオンユージ・ゴメス、第48代日本フェザー級チャンピオン、今日が初防衛戦になります。前回はノンタイトル、右、チャンピオンの右、大きな右アッパー、右ボディアッパー、一発一発力強いパンチに横浜アリーナが揺れます。しかし冷静に見ています。時にはクリンチ、しっかりとパンチをかわしていく黒いトランクスチャレンジャー天ヶ崎、ワンツー、すごい、来た、ゆっくりと腰を出しました。4度目のダウンです。ゴメス
日本タイトル初挑戦、見事にタイトル奪取に成功しました。強打、強打を誇る第48代日本フェザー級チャンピオンユージ・ゴメスから4度目のダウンを奪ってテクニカルノックアウト勝ち。赤コーナー中谷会長からタオルが投入されました。見事なボクシング、ここでリュークで5年となりました。日本タイトル初挑戦、天ヶ崎ジム菅間栄一、見事なタイトルダッシュです。デビューから5年でたどり着きました日本タイトルの初挑戦です。常に応援してきてくれていた両親が今日は横浜アリーナに詰めかけています。そして自分をボクシングの世界へと導いた辰吉丈一郎さんがリングサイドで見守っていました。菅間栄一、見事なタイトルダッシュです。しかしユージ・ゴメスもまるでチャレンジャーかのように応戦していきました。いやファイティングアナさん、このゴメスが4度ダウンを喫しました。そうですね、非常にゴメスもですね、これ盛り上げたのもゴメスの頑張りですね、非常にね、ここまでやっぱりセコンドなんかもパンチがあるのでそれを期待してたんでしょうけどね、はい、もうよく見てましたからね、倒れた時でも最後のセコンドの、ね、納得のタオル投入と、ね、いったところだったでしょうか。いやそれにしても飯田さん、はい、菅間の的確な手数の多さ、そしてパンチ、ね、見事でした。本当に素晴らしい試合、ボクシングでしたね、もうこういうハードパーちゃんに打ち合って、倒して勝ったんで、これは本当に自信になると思いますね。13勝 12KO というこのハードパンチャーのチャンピオン、そのチャンピオンに真っ向から向かっていくこの勇気、ね、素晴らしいですね、はい、やっぱりこの勇気がなかったら負けたでしょうね、はい、さあ見事に日本タイトル初挑戦でタイトル奪取に成功しました菅間栄一。それでは日本の初挑戦でタイトルを獲得しました菅間栄一、新チャンピオンにお話を伺います。おめでとうございます。大変な話ですが本当にすごい試合でした。疲れました。なかなかやっぱ気合い入ってたんで、やっぱパンチも途中は何回も倒れようかなと思ったんですけど、応援してくれる人のために頑張りました。結局菅間さんは一度も倒れず、ゴメスを4回倒しました。いやもう4回僕も倒れるぐらいのパンチもらってたんで、やっぱ強かったですね。本当は怖かったということですか。怖かったですね。もう無理にでも気合い入れないと、自分から倒れていきそうな気が弱いんで。全然そういうふうには見受けられません。会場皆さん本当にどよめきもあったし歓声もあった。そして尊敬する辰吉丈一郎さんがリングサイドで見守っていてくれました。ありがとうございます。試合中その声は聞こえましたか、辰吉さんの声。聞こえました。もうリングサイドまで来てもらって、もう絶対勝つ、倒すっていう気持ちを持ちました。ありがとうございます。もう見事な形でチャンピオンに輝きました。今後の目標を教えてください。いやもう次の試合も勝てるように練習するだけです、はい、それではファンの皆さんに最後に一言お願いします。今日は運が良かったと思います。また強くなれるよう頑張りますので応援よろしくお願いします。見事挑戦で新チャンピオンに輝きました日本フェザー級新チャンピオン菅間栄一選手にお話を伺いました。飯田聡さん、はい、素晴らしい涙のインタビュー。そうですね、本当に嬉しいですよねこれは、はいはい、ファイティングアナさん、はい、何度も自分が倒れてしまいそうになった、でも気持ちで踏ん張った、素晴らしいチャンピオンです。やっぱりね、ここで負けたら終わりですからね、はい、非常にそういう気構えというかな、それはすごいものありますね、やっぱりね、インタビューに聞けない、やっぱりずぶとさというかな、そういうような現れてますね。ただ、前チャンピオン、ユージ・ゴメスも、倒されても前に出ていきました。ね、本当にだからユージ・ゴメス選手もね、これ頑張ったからここまで盛り上がったと思いますよね。非常に彼もね、勇敢でチャンピオンながらね、よく立ち向かってきたと思いますね。
尼崎ジムの菅前一、はい、日本タイトル初挑戦で見事なタイトル奪取です。はい、長谷川さん、あの引き返す時のゴメスなんですけれども、顔はもう吹っ切れたような表情、ただ足には相当ダメージを残していました。なるほど。中谷会長がですね、残念ながら力の差だなと一言言って去っていきました。はい、